おはようございます。速稼塾の久保でございます。皆さんモノレートっていうツールご存知ですかね。まあ、Amazon 転売をしている方なんてのは御用達のこの相場を調べるための転売者必須のツールモノレートで、これがね無料で使えていたんでものすごく良かったんですけども、この度 Amazon からですね、これは利用にどうも法的根拠がね乏しいということで、利用をまあ制限されているわけなんですよ。いわゆる中止閉鎖になります。モノレート使えなくなります。あと何日になるのかちょっと分かりませんけども、近日中に なくなります。それによってですね、これからどういうふうにすればいいのかっていう対策が、まあ、考えられるわけですけども、私の方からもちょっとお話ししようかと思うんですよ。まあ状況をね聞きますと、Amazon のランキングですとか価格推移などがまとめられているこのモノレートってものですけども、無料で相場調査ができるためにやっぱりね、初心者からそれから上級者まで利用者がすごい良いサービスだったんですけどもね、これが利用規約に該当するというふうなね、利用規約違反に該当するというアマゾンからの通告を受けて、6月末をもって、ね、今月末をもって閉鎖になるということでございます。でこのモノレートがなくなると商品の売れ行きとかね、それから、他の情報が入んなくなるんで、これねアマゾン転売してる方にとっては致命的なんですよ。もうほとんどできなくなると言ってもいいです。でそこでですね、代替案なんですけども、まあ、幸いですね、まだ閉鎖まであと何日かありますので、その間の自分の取扱い商品のスクリーンショットを、まあ、撮っておくことはできると思います。それによって、セラーリサーチやランキングリサーチっていうのに生かしていくってことは、まあ、多少できるのかなと思います。それをまず見ておきましょう。それが真っ先にやることです。次なんですけども、代替サービスとして考えられるのが、モノレートの開発陣がベータ版をもう公開してるんですけども、ウォッチベルっていうのがあります。このウォッチベルなんですけど、詳細はまだ未定なんですけども、こちらの方はモノレートよりも進化する形で作られるということなんで、まあこれができたらね、すぐに登録しておきましょう。まあかなりね、期待できるものになると思います。で、その他サービスとしましては、Amazon セラー分析ツールのアマコードっていうのが有名ですよね。こちらの方はこれからも使えますんで、アマコードっていうのはしっかり使っていきましょう。で、Amazon の相場をチェックできるデルタトレーサー、こちらの方もね、有効になってますんで、こちらも使っていきましょう。ただしこの2つ、ユーザー数がはっきりと見えないんで、相場をきっちりと読む必要があります。ますますね、転売セラーさんの実力が試される時だと思います。ツールに乗っかっていけば誰でも簡単に稼げますって時代は終わったってことなんですよね。あとね、ケーパっていうのとかね、セラースプライト、こちらの方も使えるサービスなんじゃないかなというふうに言われておりますので、それぞれチェックしていただいてね、今まではモノレート1個で良かったかもしれませんけども、これから複数のサービスを使ってさらにね、この転売市場で生き残っていただきたいと思います。あとね、利用規約、やっぱり私たちはしっかりと読んでしっかりと守ることが大事だと思います。利用規約はやっぱり日々変わっていきますんで、それを知らなかったとかね、以前はこうだったのにじゃ済みませんから、そういうふうな利用規約違反をされる方が多いと、結局転売とかね、セラーさんっていうのは締め出される傾向にあるんですよ。なぜなら転売屋さんっていうのは基本的に一般顧客から取ってみると、一般ユーザーから見ると迷惑なんですよね。そしてアマゾンさんとかその他のプラットフォームに関しても、転売屋さんって結局ね、その流通の邪魔をしてるわけなんですよ。一部のレアな商品を除きますよ、プレミアム商品を除いて、普通の商品に、ただ利材を上げて市場から品薄にしておいて高く売るっていうのははっきり言って迷惑なんですよね。もちろん転売してる方から見れば、これでも商社と同じことをやってるんだとかね、流通に、こう貢献してるんだとか、たくさんの商品をアマゾンから買うんでアマゾン儲けさせてるんだみたいな自己正当化はあるんですけども、平たく言って迷惑でしかないのが転売屋さんのほとんどの存在なんですよ。ですんでね、迷惑にならない、本当に人に喜ばれる転売屋さんだけが残ればいいなっていう気持ちと、そういうふうな経営方針でアマゾンの方もねやってると思います。ただね、最後に言わせてもらいますけども、アマゾンさんが一番言えつないんですよ。アマゾンさんってあれでしょ、売れ筋の商品自社で作って、で他の会社の同じような商品ってランキングに表示されないように操作するでしょ。これはすごいですね。アマゾン最強のビジネスだと思います。それでは